ブオナミーコ・ブファルマッコ、死の勝利ブオナミーコ・ブファルマッコ、または、ブオナミーコ・ディ・マルティーノは、イタリアの画家。フィレンツェ、ボローニャ、ピサで活動した。ブファルマッコの原則作は皆無であるが、ピサのドゥオモ広場のカンポサントにある連作フレスコが、死の勝利の作者はブファルマッコであると言われている。ボッカッチョは、デカメロンの中で、フランコ・サッケッティは、 フィレンツェ講談集の中で共に、ブファルマッコは、いたずら好きだったと書いている。ジョルジョ・バザーリも、画家、彫刻家、建築家列伝の中にブファルマッコの項目を設け、ブファルマッコの、おかしないたずらに関するいくつかの逸話を述べている。ブファルマッコは、典型的な夜型人間であり、夜を徹して、絵画を仕上げ、夜の明け始める朝頃から日中にかけて就寝する。 生活スタイルであった。ところが、林家の夫人が早朝から内職や食事の支度をするため、就寝を妨げられることがしばしばであった。そこで、ブファルマッコは壁の荒れ目から隣住人の支度する鍋に塩をどんどんと投げ入れた。そのため、隣部屋では毎日塩辛い料理となり、むやみに塩辛い料理をめぐって、夫婦間でいざこざとなった。 そんなある日、林家のいざこざに、ブファルマッコが仲裁に入った。オタクの奥さんは、夜を死んで働くから疲れているのでしょう。早朝から働くのは控えた方がいい。こうして、林家では、夫人が早朝から働くことをやめた途端に、料理の味付けがちょうど良くなり、夫婦間のいざこざは収まった。そして、ブファルマッコ自身も、 徹夜明けに悠然と就寝できるようになった。ありがとうございます。